はい、こんにちは。ドラッカーコンサルタントの村津康介です。ドラッカー流の人材育成。今回はですね、意思決定のルールについて一つポイントをお話をさせていただきます。意思決定、会議とかですね、経営の意思決定の際に、ドラッカーこういうことです。チームの意思決定の際にですね、全会一致の意思決定はしてはいけないと。全員がこちらの案に賛成する、全員が社長に賛成、全員でこっちをやろうという意思決定はドラッカーダメだって言うんですね。これどういうことかと言いますと、全会一致はダメだったのはどういうことかと言いますとね、全会一致というのはみんなが同じ方向を向いているといったことなんです。経営においてこれ考えるべきなのは、さまざまなリスク、ある案を取るときに必ずこれ成功するって案はないわけですね。さまざまなリスクを考慮すべきであって、みんなが同じ方向をチーム全員が向いているときにはそのリスクが考慮されていない恐れがあるってピーター・ドラッカー言うんです。これベースとなるのにですね、もともとピーター・ドラッカーもユダヤ系の方なんですけど、ユダヤの格言でですね、裁判官全員一致で死刑、この人を死刑にしようって言った場合にはですね、死刑の判決が下された時にはですね、死刑にしてはいけないっていう、そういう格言があるんです。それはなぜかというと、みんなが同じ方向、その議論の輪にとらわれてしまっていて、その群衆の輪にとらわれてしまっていて、何か見えてないものを見落としてるんじゃないか。経営において大事なのは、見えないものをいかに見ていくか、見えないリスクをいかにこの会議他でいろんな人のこの周知と言いますけど、いろんな人の周知を集めて浮き彫りにするかということです。ですので全会一致の時はですね、リーダーはこういうことをしてください。わざとそれに反対するような意見をドラッカーも述べたっていうんですね。今回みんなが賛成なので今回は決定しませんと。あとご自身であえてそれは違うんじゃないかと、あえて違う意見を述べたり、みんなにもですね、それを述べさせていただきたいんですね。全会一致の決定というのは見えないリスクを勘案できていない可能性があるといったことで、これ意思決定の際にはしてはいけない、その会議は成立しないものとみなすというのは正しいんですね。かの有名な松下幸之助さんもですね、10人中6人ぐらいの役員が反省している時にやったアイデアじゃないと成功しないんだなんていうことを言ってます。斬新なプラン、イノベーションのプランなんていうのは周りの人がなかなか理解を得られないこともありますし、全員が一致している状況というのは正直どうでしょうかということなんですね。よろしいでしょうか。全会一致の意思決定はしない。今回非常にシンプルなんですけど、ご参考にしていただきましたら幸いです。これ会議のルールとしても会社で決めておけばいいんですね。そうするとあえてそういうことを言ってくれる人が出てくるから、ドラッカー自身もあえて言ってたそうなんですね。そういう時にはですね、是非ご参考にしていただけましたら幸いです。これはですね、私のドラッカーが教えてくれる人を生かす7つの原則の第3の原則、プロダクティブカンパニー、成果志向というところ、成果をいかに高めていくか、意思決定の成果をいかに高めていくかというところでですね、解説をさせていただいております。私がドラッカーを使ったコンサルティングとかですね、企業研修で、こういったルールですとかね、ドラッカーの実践の導入のプロセスをまとめたのはこの7つの原則です。ぜひご興味持っていただけましたらお読みいただいたり、また私のお声掛けをいただけましたら幸いです。本日はご視聴どうもありがとうございました。